君とは利害が一致すると考えたからだ。手を組まないか。二人でクーデターを起こし、主人公の座を奪い取るのだ。詳しい話を聞こうじゃないか。聞かせてもらったよ。アルフォンス、誤解だ。今のは話に乗ったふりをして。主人公ダッシュクーデター、協力するよ。分け前は3等分でどう？しかし一つ問題がある。クーデター成功後、鋼の錬金術師のタイトルはどうする？やはり暁の王子が順当だろう。待ちたまえ。炎の錬金術師意外にありえん。何言ってるの？鎧の錬金術師に決まってるでしょ。交渉は決裂だ。正義はミニスカから覗く太ももにあるのだ。なんだい、大佐の変態。みんなは部員を喜ぶに決まってるじゃないか。もののわからん国だ。たおやかな細い腰にこそロマンがあるのだからな。これはクラウディオが観光客として、エレナがアエルゴの王女としてこの国を訪れた世界の物語。悲しみはもう終わりにしましょう。手を取り合う時代がここにやってきたんです。心配だ。とちらないか。転んだりしないか。テロリストの襲撃を受けたら。あのクラウディオ、大丈夫？大丈夫だと思う。私はここに和平を宣言します。よくやったぞエレナ。兄は嬉しいぞ。もしかしなくてもクラウディオとエレナって兄弟だよね。王女の替え玉が務まる美しい娘がこれほどいるとは。アエルゴ王国、視察の価値ありだな。脱出のためテロリストを黙らせないとね。クラウディオは敵を油断させる美女役よ。よし、やってみよう。本気ですか？あらゆる場面で可能性を捨てないのが事態解決への道だよ。美女の雰囲気か。どうやって出したものか。エレナみたいな妹がいるってのもなかなか楽しそうだよな。お本こうかな、お兄ちゃん。でもおい、お前にやるとは言ってないだろう。もうテレアさんがだから。寄せって、あらぬ想像をしちまうじゃねえか。それくらいで満足しちゃうの？変装といえばこのエンビー、モノマネのお手本を見せてあげるよ。モノマネじゃないってば。お兄ちゃん、私のことも見てよ。ってついつい感動しちまったけど。いつもがあれだから新鮮だよね。私の姿で何をやってるのかしら。
セントラルを震撼させた連続テロ事件。事件の背後には常にある男の影が見え隠れしていた。彼の名はヨキ。エルリック兄弟の手で破滅に追い込まれた元ユースベル炭鉱経営者兼国軍中尉。現在無職。君の絶大な力と私の持つ切り札が揃えば、大総統への復讐も夢ではなくなるのだ。群れる気はない。俺たちからも頼む。この人のおかげでようやく国軍に対抗できそうなんだ。ようやく味方にできた。これは紹介料だ。どうも。ってこれはアエルゴシエ。あっしはその監禁しに行ける身じゃ。不服か。めっそうもない。アエルゴ王国バンザーイ。さっさと歩き。王子は二人いらないんだよ。もう少し丁重に扱ってくれんかの。ははすり替えだったのか。国軍に垂れ込みして報奨金をがっぽりいただくチャンスだな。指名手配中の犯罪者がどの面下げて報奨金よこせだ。へい大助け。逃亡したぞ。おい、こんなことになったのも国軍がこのヨキ様の言うことに耳を貸さなかった報いだ。今さらですね。無邪気な瞳で突っ込むな。悲しくなってくるぞ。鋼の錬金術師たちが演劇を披露したんだってよ。ずいぶん盛況だったらしい。こっちも何かやってみる？軽音楽とかさ。ブーム終わってんじゃねえか。くだらん。冗談はほどほどにしてくれ。その軽音楽とは人間が行う儀式か。興味深いな。父上、あなたのようなお方が軽々しく行うようなことではありません。ここにおられるからにはもう少し威厳というものを。ああ、また始まったよ。なるほど。何さ。親父殿とラースなら秦国で流行りの漫才のコンビができるってこいつが言ってる。漫才とやらを習得すれば私とラースとで舞台に立てるというのだな。立ってはなりませんと今申し上げているでしょう。だから世間知らずと言われるのですよ。そうか。漫才とは虫けら同然の人間にのみ許された特権的行為なのか。確かにお父様ならいけそうな気がしてきたよ。